顔見しすぎじゃね。イエー。学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話。ここまで謎に満ちた答案は初めてだよ。だって太った女の子だからこんな名前つけられたんでしょ。聖徳タコさん。さやかが慶応とか超ウケるわ。さやかね、慶応行くことにした。え、どの慶応？勉強サボったら罰ゲームだよ。アウト。罰として右のつけまも禁止。あの子は一体いつ寝ればいいんですか。慶応なんて受からんわ。この家族は失敗だね。お前みたいなクズが何が慶応だ。さやかちゃんはクズじゃない。可能性にあふれる最高に素敵な女の子です。もういいです、慶応じゃなくていいです。目標を下げたらどんどん低い方へと流れていくよ。別にいいんじゃね。もともと低いとこを流れてた人間だし、先生みたいにいつも前向きじゃいられんもんでさ。ダメじゃないよ僕たち。この奇跡はあなたにも起こる。頑張れ。俺も受かるから、お前も絶対受かれよ。工藤さやかは慶応大学に合格します。ビリギャル。